放送席、ヒロミ旅です。今日のヒーローは、代打で見事な勝ち越しタイムリー、筒本大選手です。ありがとうございます。5回、追いついて代打で待ってました。どんな思いで打席に入りましたか？はい、メインのバッターの野田ちゃんが本当に死ぬ気で、体張って、作ってくれたチャンスだったので、僕もそんな感じで、死ぬ気で打ちました。追いながら、1番の7番、2点のタイムリーでしたけれども、今だけ振り返っていかがですか？はい、もう、横前からは、どんなボールも返りすぎてあると思ってたので、抜けてくれてよかったです。ガンダで、これで今シーズン、8打点目ということになりました。そのような全体の展開が増えてますが、どんな思いでプレーしますか？広島だって、チャンスを前面で使って取れるんですけど、いい感じで、アンツリーになってます。6連勝ということになりました。最後まで諦めないっていう雰囲気をチームがあるので、まずは明日の試合を全力で全員で戦っていきたいと思います。お疲れ様でした。